こんにちは、さとみです。今回はシワだらけのキャンバスに新たな両面粘着シートを貼り替えて復活させようという動画をお送りいたします。ということで今回使用していくアイテムはこちらになります。 A4 サイズの両面粘着シート、透明で薄型の強粘着と書いてあるこちらの両面粘着シートを使用していきます。こちらは Amazon で購入しております。お値段は900円しない程度だったかと思います。気になるなと思った方は概要欄に URL を貼っているのでそちらから見てみてください。こちらのキャンバスなんですけれども、アリエクで購入した、キャンバスとなっています。諸事情でもう使わないキャンバスとなっているので、こちらを利用して貼り替えていきたいと思います。今現状はシワのないキャンバスになっています。こちらにシワをつけていきたいと思います。わざとシワをつけます。いい感じにシワが入りましたね。反対側もいってみようかな。あまり変わりはないですが、この辺とここに縦のラインでシワが入りました。それではちょっと剥離紙を剥がしていきます。いい感じに、この距離だと見づらいと思うので近づけますね。ちょっと明るくて見づらいと思うんですけど、ここにシワが縦に入っています、こんな感じですね。ここを先ほどの粘着両面シートで復活させます。近くで寄った映像を皆さんにお届けしましたが、これぐらいのシワ感だったらカッターでね切り込みを入れて空気を抜いて、ちょっと上からグッと押し込むような感じでシワをなじませてビーズを貼っていくということも可能ではあるんですけど、若干浮いてしまうということもあるので、今回は貼り替えてみようかなと思っております。まず一つ注意点があります。剥離紙タイプのキャンバスは粘着シートを剥がすことができるんですけれども、フィルムタイプのキャンバスはちょっとのりっぽい感じの粘着シートになっているので、そちらは剥がすことができません。なので剥離紙タイプのキャンバスでシワが気になった場合は、今から紹介するような方法で、粘着両面シートを交換していくといいと思います。はい、ではですね、こちらの両面粘着シートなんですが、2023年私の動画でコーナー化していた余ったビーズでダイヤモンドアートというコーナーでずっと使っていた粘着シートになっているので、安心感があるということでこちらを使用しております。それでは早速やっていきましょう。まずはですね、こちらのシワがある部分をカットして粘着両面シートを剥がしていきたいと思います。この辺りからね、切って剥がしていきたいと思います。はい、切れました。それでは剥がしていきます。今こんな感じでね、ちょいちょいとやったんですけれども、少し剥がれています。これを思いっきりね剥がしていきたいと思います。周りが剥がれました。はい、こんな感じの粘着シートになってますね。
気持ちいい。はい、剥がれました。綺麗に剥がれております。ちょっとねベタつきもありますが綺麗に剥がれました。ということで今度はこの Amazon で買った両面粘着シートをカットします。これはまっすぐ切りたいのでこの定規に刃がついたタイプのもので私はカットしていきたいと思います。だいたい何センチかな、 6.7 ミリぐらいなので7センチぐらいな感じでカットしていきます。7センチのところに跡をつけます。これぐらいかな、はい、で上にも7センチ、はい、でここをまっすぐ、この刃付き定規でカットします。いきます。シュシュ、いけた、オッケー、綺麗に切れました。はい、ではこちらに貼っていきます。足りるよね、うん、足りる、オッケー。でまず下の大きい方の剥離紙をペロンと剥がします。いいよ、オッケー。で、できるだけね、斜めにならないように粘着両面テープがあまり重ならないようにまっすぐ貼り付けます。 OK、いいんじゃない、まっすぐいい感じです。で、ピタッとピタッと、あ、空気も入らない感じでいい感じですね。もうとっても綺麗になりました。はい、ではちょっとめくりますね。いきます。テロロロロン。こんな感じです。少し薄く白っぽくはなってますけど、マークもちゃんと見えます。もともとの粘着シートの方がクリアに見えるんですけど、こっちはね少し白っぽくなりますが、マークもちゃんと見えてますね。シワもなくなっていい感じです。これでビーズが貼り付けていける状態となりました。シワがないとねやっぱりビーズも浮かないので、こうやって直すのもありがとう思います。ということで粘着両面シートを貼り替えてみたんですけど、とっても綺麗なねシワのない状態になりました。これでビーズも貼りやすいかと思います。他にもたくさん両面粘着シートはネット上で販売されているんですけど、私は、こちらの Amazon で購入していたこちらの両面粘着シートと、SHEINで安く売られていた粘着両面シート2つしか使用したことがないんですけど、SHEINで購入したものはちょっとね粘着が弱いなという感じがしたので、現在もこちらを使用しております。シワがとってもひどくて、こんなんじゃやる気が出ないよ、どうにかなんないかな、せっかく買ったしなっていう場合は、ぜひねこの方法を試してみてください。はい、ということで今回はシワだらけになってしまったキャンバスの粘着両面シートを復活させる方法のご紹介をさせていただきました。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。
チャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。